皆さんでもっと熱くしていきましょう。レッツゴー。片手に隠してた消しゴムがうまく消せないことに認知症アンバサダーの資格を持っていて、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 
SDGs の15番の陸の豊かさを守ろうという活動で群馬県の赤城山に植林活動をして森を作っています。赤城団の森というのを今まで13年間続けてきています。そして群馬県のSDGs 環境 SDGs ファシリテーターとしても任命していただいて、その活動も行っています。イエーイ。はい、そして3つ目はリサイクル活動です。プルタブを集めて車椅子を作り、県に3台なんと全部の市に寄贈することができました。イエーイ。はい、4つ目は群馬県の名産品や観光地の PR です。群馬のいちご、弥生姫や嬬恋高原キャベツ、温泉、そして世界遺産に登録されている富岡製糸場と絹産業遺産群の PR もしています。イエーイ。はい、そんな活動が認められて、赤城団はアイドルプラス群馬特使として、皆さんご存知の中山秀幸さん、そして井森美幸さんとともに群馬県を盛り上げているアイドルグループです。皆さん今日